日本時間9日、テニスの全米オープン女子シングルス決勝が行われ、大坂なおみ選手が、元世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズ選手を破り、日本人選手として初めて、四大大会のシングルスで優勝を飾りました。6対2、6対4のストレート勝ちという素晴らしい試合をした大坂選手ですが、ウィリアムズ選手が主審を嘘つき、泥棒などと罵り、観客も審判に対してブーイングするなど、荒れた場面もありました。優勝セレモニーでも、観客からブーイングが起き、大坂選手は落塁。ウィリアムズ選手が観客に呼びかけたことで、ブーイングは収まりましたが、大坂選手は、インタビューにて、涙をこらえながら、異例の言葉を口にしています。ごめんなさい。まず質問とは違うことを言わせてください。観客の皆さんがウィリアムズ選手を応援していることは知っています。それなのに、このような結果になってしまって申し訳ありません。試合を見てくださったことに、ただただ感謝しています。皆さん、ありがとうございました。その後、セリーナ選手と全米の決勝で戦うことがずっと夢でしたと語った上で、その夢を達成できて、本当に嬉しく思っています。あなたと対戦することができてよかった。一緒にプレーしてくれてありがとう。と、ここでも感謝の言葉を口にし、ウィリアムズ選手にお辞儀をしました。セレーナが講義とかしてる時に集中するのは大変だった？後ろを向いてて何も聞こえてなかったから、何が起こってるのかはわからなかった。振り返ったら、5対3になってて困惑したけど、すごい選手を相手にしてるから集中しないといけなかったし。試合中パパはいなくなってたけど、どこ行ってたの？よく知らない。GoPro を搭載したいと思ってるくらい。試合を見るのが不安かのかも。練習は見るけど、客席には来ない。セレーナ派憧れだったけど、今日のことで印象は変わった？コートで起こったことは知らないから。私の大好きなセリーナのままだし、何も変わらないよ。授賞式ではすごく優しくしてくれたから何も変わってない。名字も、大阪で出身も大阪。父親は、ハイチ人なのになんで名字を使わないの？2004年のジョークを使い回すけどいい？大阪出身者はみんな大阪なの。嘘です。母方が大阪なので。どうして受賞セレモニーで謝る必要があると思ったの？その質問は悲しくなってくる。セレーナ派、このグランドスラムに本当に勝ちたがっていた。至るところで宣伝されてたからみんな知ってる。コートに入ると、私は別人になる。セレーナファンではなく、テニスプレイヤーになる。でも彼女のハグした時、ごめんなさい。彼女とハグしたら、子供の時に戻った気分になったの。自分の部屋に、セレーナのポスターを飾ったりしてるの？3年生の時にリポートを作った。色を塗って、彼女みたいになりたいって。今でも持ってるの？彼のフォルダーにあると思うけど、はっきりはわからない。今夜のお祝いの予定は？寝る。あまり社交的な人間じゃないから。多分ゲームをしてるかな。お酒は飲まないの？飲まないよ。まだ20歳だし。このような大坂なおみ選手の謙虚で礼儀正しい振る舞いに対して、外国人からは称賛と感動の声が相次いでいます。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。
までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。